ぶっ飛びジャンキーマリサちゃんと行く。本人は濁して仏壇が不明でクソダジャレの旅。今回は321から360駅目までのクソダジャレをお届けするわよ。前回までの踏破数は320回ぶっ飛んで339駅中218駅でおよそ 64% だね。2022年も変わらずにぶっ飛んでいくわよ。擬音で擬音語、ヒルゼンのアヒル全滅。何があったの？ダザイフで気づいたんだぜ。ふぅ。一定ゴリ押し。網走でバーバシリ拭い。小淵沢で。なんか私の時だけ難しい地名多くない？ソダジャレの神様に嫌われてるな。そんなんいるのかよ。土壌の下部上部。宮崎の飲み屋さっき出た。やっぱり千葉が一番。栄えが栄える。別海でや別海族だ。はい、最初の10連クソダジャレ終了ね。続いては恒例の視聴者から反響が多かったクソダジャレのコーナー。最もコメントが多かったのは伊豆市って伊豆市だったな。コメント欄見てびっくりしたわ。満場一致でこれだったわよね。苦し紛れにひねり出したダジャレのつもりだったんだけど、シンプルなのが良かったのかもな。あとは菊間の社畜抹殺と、四日市で四日市円で過ごさなきゃがコメントあったかな。ふふ、やはり私のクソダジャレは安定してノミネートがあるわね。私も負けてられないのぜ。それはそうとみんないつもコメントありがとな。それじゃ小休憩も終わったところで、続きのクソダジャレ20連いくわよ。栃木のリゾート地疑惑。海ねえじゃんあそこ。三沢で神触る。今治で今治バリウム飲んだ。ひなせでひなせ伸び。カラスに行くからついてきて。京都市で京都市とる。夕張で前夕バリウム飲む。さっきからバリウム飲みすぎだろ。あれ上演するものじゃないから。仙台に車って何台あるの？仙台。栃木の謎を解き明かす。鎌倉の仲間くらい。熊谷で佐久間がやられた。生徒買いすぎた結末。理不尽に強いからしゃあない。久米島で薬目自慢。会津若松の会津若松。元祖ゴリ押しクソダジャレ。天下の宝刀。横浜で四個浜屋買う。福山市の福山市。米沢ならいい米沢ついても。おぶせでおんぶせ。お姉様。本心なわけないやろがい。襟もで見返り求める。大津に着いたわよ。おう、ついに、知覧の父ランキング。これが今回の視聴者一番人気のクソダジャレで間違いないね。あなたのお気に入りはどのおっぱいかしら？おっせいだらけだぞこのランキング。はい、クソダジャレ20連終了して一息つくぜ。その間に前回の中の人が最も自信があったクソダジャレを紹介するわよ。八丈島は八丈島う、が一番自信があったみたいね。ああ、確かに3つの単語をうまくつなげてダジャレにしてるから技術点は高いかもね。地名とダジャレ部分以外に余計な飾り言葉もないし、クソダジャレの基本も抑えてるな。総じて悪い出来じゃないけど、視聴者の心には響かなかったというのが、クソダジャレ学会の見解ですね。そんな学会立ち上げなくていいから。緩和9台。それじゃあ最後の10連クソダジャレに入るわよ。いやー。いきなり出花くじかれててくさ。ほんとなんでこんなに定山系多いの。いまりのいまり。森で立てこもり。ならでおなら。トヨタの人よたよた歩いてる。すいたでお腹すいた。おぶせでおんぶせい。霊夢まで。堂々と人のネタ書くんなや。天草で天草いてん。銀座の金銀財宝。ふぅ。さっきからなんだよその嫌味ななりきんキャラは。あこうってどう書くの？あ、こう？はい、ラスト10連も無事終わりました。今回新たにぶっ飛んだ駅は18駅で、360回のぶっ飛びで合計236駅の踏破に成功したぜ。割合にするとおよそ7割ね。全339駅のうち、未踏破が103駅か。もう7割終わったのか、なんだか感慨深いね。それじゃ締めよっか。どのクソダジャレが面白かったか、帰る前にぜひコメントしていってね。チャンネル登録や高評価、Twitter のフォローもよろしくお願いします。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れー。また見てよね。